子供に会社を残したいんですか？会社を残したいんですか？ではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日の記事はですね、はい、後継者の不在っていう率がですね、うん、まあ、少し下がってますよ。2019年から少しずつではあるんですけど下がってますよっていう、まあ、記事を拝見させていただいたんですね。まあ、一時は2018年ぐらいはこうピークで高いっていうところ非常に言われてたんですけども、まあ、ここ 1,2 年でまあ微減ではあると思うんですけれども、減ってきたっていう現実がある中で、まあ、会長自身いろいろなこう老舗企業様等と関わりがあると思うんですけれども、実際そのあたりって肌感覚としてどのように感じられますか？まあ、減ってるったって率がね 1% とか 2% でしょ。それでなおかつ廃業したところとか、それから M&A したところっていうのは後継者がいない率がの母集団から分母と分子が消えてるわけでしょ。だからやっぱり結局はそんなに変わってないんですよね。それでこう後継者を作るっていうことを、まあ、努力しない、ね、そういう人がいて、年とともにだんだんやっぱり作んないとまずいかななんて思う気持ちも出てきたっていうのはあると思いますよね。はい。で、まあ、そういった背景も踏まえて、まあ、国がですね、まあ、第3次補正予算にも本格的に今回投入されると思うんですけれども、会長自身中小企業これからどのように、まあ、国に頼るだけではなく自らどのように変わっていかなきゃいけないかっていうところをお考えですか？うん、そうだね。やっぱ若返り図らないと無理ですよ、ね、このデジタル化っていうものとか、テレワークとかね、そんなようなものがないとダメだし、それからやっぱりその人間の心がだんだん弱くなってるよね。この間もなんか新卒の人がね、辞めるとか辞めないとか話出たけど、全然その昔と比べて全然そのパワハラしてるわけじゃないし、きついこと言ったわけじゃないんだけど、やっぱりこう弱いよね、気持ちがね。やっぱりそういう時代の中でやっぱり若い経営者とそれなりな経験した先代がそのバトンタッチをして、それでやっていかないと生き残れないと思うんですよ。でなおかつやっぱりデジタル化とか IT 化の中で新商品とか新エリア開拓を、ね、先代ができるかっていうと、どちらかというと先代って守ってますから攻めっていうのはやっぱりないわけよね。ところが後継者っていうのは若いからやっぱりいろんな形で攻めたいっていうふうに気持ちがあるので、やっぱりそういう気持ちをね持つっていうことはやっぱりバトンタッチをすべきだと思う。だから結構見てるとね、親族外承継っていうかね、社員からこう上がってるお客さんが結構出てますよね。うちもそうやって親族外でスタートを知るんで、まあ、よくだから私はいろんな人に言うんですけど、子供に会社を残したいんですか、会社を残したいんですか、どちらを優先するんですか。両方が合致してればいいけど、継ぐ力のない後継者だったり積ん気のない後継者にこだわるのか、それとも会社を残すことにこだわるのか、そっちのやっぱり選択をすべきその時期が来てるんですよね。ですからそうなってくると、一族外でもやっぱり残してもらえたらいいんじゃないのって僕は自分で思ってそう判断をしたわけだよね。ただしそこには株の問題とか保証人の問題とか担保の問題とか、そういう問題をまあクリアにしないと一族外の人はやっぱりなかなか告げないですよね。だからそういうのをお手伝いはうちはよくしてるんだけど、やっぱり譲るんであれば、譲るためには株の問題とかその担保の問題とか保証人の問題っていうのをクリアしてあげないと、これ継ぐことはできないよね。うん、そこはあるような気がする。本日は YouTube 見ていただいてありがとうございました。100年続くためには次の代にバトンタッチしていかなきゃいけないんですね。ですからそういう意味では会社の社長さんから後継者の人にぜひ見ていただきたいんです。それから YouTube の、ね、チャンネルの登録もぜひよろしくお願いしたいと思います。またいろんなこれから情報をお伝えしますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。